誰もいない。部屋の鍵もかかっている。キリトの推理通りならさっきまでデスガンの共犯者がここにいたのね。ベッドの下とかに隠れてないよね。ザル、浅田さん、 BOB 優勝おめでとう。お祝いに来たよ。新川くん、ごめんね突然。でもお祝いしたくってさ、コンビニのだけどケーキ買ってきたんだ。ちょっと待って、今開けるから。お邪魔します。その辺に座って、お茶くらいしかないけど。気にしないで、疲れているでしょう。あのね、浅田さん。大会前に話をしたよね。BOB が終わったら話をしに行くって。ああ、そうだったわね。浅田さんは、あいつのこと、キリトのこと、どう思っているのかな。どうしたの急に。ねえ、僕じゃダメなのかな。僕ならずっと一緒にいてあげるし、ずっと君だけを見て君を守ってあげるのに。あの黒髪、決勝の時に一緒にいたアバター、あれキリトだよね。なんであいつと一緒なんだよ。僕以外の男を見ちゃダメだよ。新川くん、ね、ちょっと落ち着いて。浅田さんは僕を裏切っちゃダメなんだ。僕だけを見ていなければダメなんだよ。動いちゃダメだよ浅田さん。この注射はね、全然痛くないから。痛みを感じずに心臓が止まるんだ。大丈夫、怖くない。僕と君はこれで一つになるんだから。二人で生まれ変わってずっと一緒に。浅田さん、浅田さん、浅田さん、好きだ、ずっと憧れていた。覚えているかい、図書館で銃のカタログを見ていた君に声をかけた時、僕はすでに知っていたんだ。君が悪人を殺したことのある女の子だってことを。街中の噂だったからね。すごいなって思った。本当の強さを持っている子なんだって憧れた。愛してるよ浅田さん。愛してる、愛してる浅田さん、浅田さん。